着物姿で城下町の風情を楽しむ伊豆市藩着物祭りが今日豊岡市伊豆市町で始まりました。豊岡市伊豆市町の伊豆市藩着物祭りは城下町の風景を着物姿で楽しんでもらおうと毎年行われているものです。着物姿で訪れた人には町内の蕎麦店などで使えるクーポンがプレゼントされるほか、観光施設に無料で入場できるということです。こちらは人気のおかもち競争です。地元名物伊豆市皿そばを出前用のおかもちに入れて運ぶ速さを競うもので、地元の高校生や一般のチームが参加。走り切った後には勢いよく皿そばを平らげゴールしていました。この祭りは明日も開かれ、城崎温泉の宿泊券などが当たる大抽選会などが行われる予定です。